行きましょう。しましょうね。はいはい、たっちゃん。チャイコフスキーは生涯で3曲のピアノ協奏曲を作曲します。はい、この中で入れますよ。最も親しまれているのは、第1番連合団長の1874年の11月から12月の間に集中的に作曲され、翌年に完成しました。はい、どうぞ。鳥山くんは子供の名前、昔から言ったけど、男の子やったら椎茸にするっていう。おかしい。この作品は、椎茸っていうか。三島由紀夫が椎茸だから、ずっと同じ男の子みたいだよ。怒られるから。